寝ましょうか。え、うお、はい、どうも皆さんこんにちは、いつおです。ということで今回はマイクラ都市伝説のね、キャントスリープについてやっていきたいと思います。まあ、キャントスリープってね、何かっていうと、マイクラ都市伝説でね、よく語られる化け物で、ベッドで寝ようとするとなんかよくあるじゃないですか。モンスターが近くにいて寝れませんとか、昼間なんで寝れないですみたいな、そういう感じで寝れない時があると思うんですけど、普通に夜に寝れる状態でもなぜか寝れないっていう表示が出て、で寝るのを諦めて周囲を見渡したらその化け物が襲ってくるみたいな。今回はね、そのキャントスリープが現れるのかっていうのをね、ちょっと検証していきたいと思います。家とかが作られてるワールドなんですけど、まあ、この家でね、ちょっとベッドも2つあるんで、まあ、夜になったらちょっと寝れるかっていうのを試しつつね、じゃあ普通にサバイバルしていこうかな。なぜかね、このトーチとパンだけ入ってます。冒険初期セット。まあ普通にクラフトとかするか。そのキャントスリープがもし現れたらちょっとな、やばいから、普通にサバイバルして剣とかも作っとくか。なんか真っ白な化け物らしいね。真っ白に怖い顔ついてるみたいな、まあ、お化けって大体そんな感じやと思うんやけど。めっちゃ馬おるなここ。あ、びっくりした、あの白い感じが。マジであんな感じの真っ白な化け物なよな、あの馬みたいな。まず木を取りつつ、よし、羊もおるけど、まあベッドはあるからな。お、なんだこれ、警告、うわ警告みたいになってるね。住みに行ってもいいけど、一旦これ作ろうか。一旦ピッケルを作ります。これで剣とか作れるかな。剣、斧、ピッケル。オッケー。やばい、そろそろ太陽が沈んじゃうな。向こうに村なかったらもう戻るわ。なんか雰囲気ありそうなんやけどな。何？ウィッチおるやん。久々に見たわ。あ、最高。危なーい。なんか落としたぞ。空の瓶かい。いていて。超毒食らって。こんな毒って強かったっけ。痛い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 。これね、一生食らう。これ何秒、あと20秒。嘘やろ。おふざけなしで長いやん。ちょっと待ってくれ。そんな強かったよウィッチって。やばい、これ掘られたらまずい。ごめん、卵投げとこ。死ぬ。1ミリで死ぬ。あと、あ、危な。寝るか。肉も焼けてるやろしな。よっしゃ、肉焼けてるわ。寝よか。お、普通に寝れたな。やっぱり都市伝説は都市伝説に過ぎないのか。全然ぐっすり寝れました。なんならいつもよりぐっすり寝れました。よー、ちょっと村探しの続きするか。鉄、あ、石炭あるな。石炭欲しいな。ここの降りれないか、こっから。お、なんだ、お、洞窟じゃねこれ。洞窟だ。石炭だけ探すか。深い。ちょっと待って。超深いんやけど。鉄だけ取るか。よし。やめろ、スケルトン。いた。めっちゃ深くない?ここの洞窟。あぶねー。どうなってるあれ。エスカレーターみたいなの見える。どうなってるあれ。あれ何、クソ深いけど。ちょっと待って、石炭ないと無理だ。ちょっとだけ見に行こうか。さすがに気になるな。うわ、何ど
どうなってんのあれほんまに。ゆっくり下っていこう。どうなってんだそれ。わあやばいやばい音がした。もう一体おるわ。いて。え？え？こんな地形あるん？すごない？絶対ダイヤあるやん。ないんかな。わお。ダイナミック爆発。すごっ。ダイヤはないのか。でもこんな深いのに。僕どうなって。向こう上がれるぞ。すげえなこれマジで。登りづら。おお早っ。すごいなこれマジで。こんな待って、ダイヤじゃないあれ。ダイヤやん。取る取る取る。でも鉄焼かなあかんのじゃん俺。ガチ？何あのイカ怖いわ。うわしかも木がない俺。最悪だ。ここに来て木がない。どうなってるんだこれは。どこ？うわダイヤあったのに木持ってないの。痛恨のミスやな。しかももう日が沈んじゃうわ。ちょっと目印立てとくか。どこから来たんだ俺。俺はどこから来た。え、村だ。家じゃない村に来ちゃった。まあ一回寝るのもあり正直。なんかあんなでかい家もある村って。一旦ここで休ませてもらうか。ベッドもあるし。どこ空いてるとこないかな。空いてない。ここ寝よう。普通に寝れるな。よっしゃ。ただなこれどうやって帰るかなよ。うわめちゃめちゃいいチェストこれ。鉄剣鉄ピッケル手に入ったぞ。めちゃくちゃいいチェスト引いた。苗木めちゃめちゃ悪いチェスト。増やしとこう苗木。しかもネザーのあれもあるやん。うおめっちゃいい。え剣シャープネス1。いいね。ガストの涙。防具がもう勝手に揃っていくが。俺家に帰りたいんよな。怖っ。ここ何？危なー。ゾンビがおる。金の剣を食らえ。耐久値低く。どうやって取る？こうやったら取れる。取れるね。はいダイヤー。はいダイヤー。2かな？二ダイヤ。いや十分よ。あここは覚えてるぞ俺。じゃあこっちか。おう松明がある。あるけどこんなとこつけたか。えあん帰ってきた。やっと帰ってこれた。ダイヤ取っちゃったよ。やばい。でももうちょいで日が沈んじゃうな。ちゃんと戸締まりして
肉は焼けてる。きたー、ダイヤの剣、最強。最強にまた一歩近づいてしまった。寝るか。普通に寝れるな。ぐっすりなんやが。ないのかな？なんかモンスターがいるとか、そういうのを勘違いしただけかな？としか思えへんよな、ぶっちゃけ。はいはいはい、スケルトン、スケルトン。弓を避ける、このテクニック。弓を避ける、このテクニック。全断命中。絶対あのスケルトン、後でツイッターとかにクリップ上げてるやろな。エイムよ、わらわらって上げてるやろな。俺のエイムよって上げてるやろな。寝ましょか。え？うお、何？待って。なんか今、いた、待って。開けて。なんかおっとって。なんなんこいつ。待って。無理。死ぬ、待って、死ぬ。金リンゴ。危ね。何来てる？なんか、後ろからなんか来てる。やばい。どういうこと？こいつな。マジで何？来んな、お前。やばい。ずっと来んねんけど。あいつのせいで寝れへんってこと？やばい。ずっと来てる？マジで来んな。追いかけてきてない？もう。さっきまで真後ろについてきてたんやけど。どうしよう、ちょっと家戻って大丈夫かな。絶対ベッドの横とかで待ってるやん。嫌すぎる。家の周りおらん？大丈夫か。いやでも家の中もいなさそうか。ほんまに？家の周りとかもおらん？じゃあ一回寝るか。ゾンビもおるし、ちょっと戸締まりしてちゃんと。いや、多分寝れるやろ、もう。あ、寝れる。待って！